まず多分見てる方がアクトレスガールズを知っててもカラーズがビギニングとか何なのって思ってる方がいると思うので説明をしたいと思います。はい、旗揚げいつでしょう、ひかりちゃん。旗揚げは1月のいつの2019年の1月の、うん、そう19です19日に旗揚げしまして、ほとんどメンバーデビューしたばっかりのメンバーで旗揚げしました。騙されてます、さきさんは騙されてます。え2019年の1月20日1月20日ですって。おい、どうなっちゃう。ちょっと、ちょっと、パクでジェスチャーしちゃったのに、1月中。チェンジお願いしたいんですよ。結構いるから、チェンジ。ごめん、それになる。ということで、カラーズは、アクトレスガールズの、簡単に、なんか説明できますか？カラーズとビギニングの違いって。違い？うん。カラーズはどういう、なんかどういう団体かとは言えるんですけど、違いというか、なんでこうなんか分かれてるのとか分かりづらいじゃん、みんな多分、はい、うんうん、私がよく言うのはジャニーズのスマップとトキオとか、あ、分かりやすい、分かりやすいね。めっちゃ分かりやすいよね。そういう感じです、うん、カラーズ、はい、カラーズのメンバー自己紹介をしていきたいと思います。はい、はいはい、まずマイルド、ワイルド、カワイルド、カラーズリーダーのさきです。イエーイ、お願いします。リラ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 、はい、時代をか噛んじゃった、はい、時代を股にかける現代のくのいちまりです。よろしくお願いします。はい、天下無双の歌姫清水ひかりです。よろしくお願いします。チェンジ。はい、アクトレスガールズのアイドルナンバーワンミーです。よろしくお願いします。横行ってて、元気花丸二重丸、あなたのハートに棚からぼたもち、アーミンことアミクダリナです。よろしくお願いします。イエーイ、イエーイ、イエーイ。はい、出会うあなたの一番星、入江彩乃です。よろしくお願いします。はい、水色の全力娘、松井かわいこと松井美沙です。よろしくお願いします。かわいい、かわいい、かわいい。はい、この一戦あなたの心に刻みつける桜井優子です。よろしくお願いします。はい、恥ずかしがらずにワッションしてね、ワッションいくと林恵美です。ワッションワッション。はい、大地どうぞり、空で舞う新聞のリーマーこと川畑理子です。よろしくお願いします。イエーイ、理子。カラーズの練習生の月山若です。よろしくお願いします。はい、ということでこれからはちょっと皆さんにもっとカラーズのことを知ってほしいので他己紹介をしていきたいと思います。まず私がミートンを紹介します。見てみてください。こちら制限時間を1人1分で設けてるので、はい、ミートン突っ込みたいとこあったら突っ込んでください。かしこまりました。え、緊張するね。緊張しますね。他己紹介、他己紹介で、ここどう思われてるかっていうのも気になっちゃいますね。え、用意スタート。はい、1分スタート。お願いします。はい、みーちゃんはすごい見ての通り、カラーズの、カラーズどころかアクトレスガールズのアイドルナンバーワンなんですけども、でも本当にね、いつ練習してても全く綺麗な顔してるんですよ。めっちゃ汗かいてても絶対メイク崩れないし、絶対メイクをしてくるんですよ。まずそこがすごい見習わなきゃいけないし、尊敬するところで、女性としてアップにするね。おい、私が喋ってんだ。なんですけど、でも本当に人一倍頑張り屋さんで、私リングのコーナーに立つのがまずすごく怖いんですけど、やっぱもう誰よりも今みーちゃんは練習を重ねて、リングのコーナープランジャー、トップからのコーナープランジャーがめちゃくちゃ美しい。いや、もうめちゃくちゃ美しい。今日ラストって日を私コーナーの下から見ていて、あ、どうしよう、あと5、あ、すごく美しい。みんなみーちゃんの天使の写真をぜひ検索してください。1分経っちゃった。ありがとうございます。なんかこれ泣きそうになる。もうほんと綺麗なの。これ1分過ぎちゃうね。続きましてみーちゃんが紹介するのは、はい、じゃん、アーミンです。はい、失礼します。はい、ということでアーミンのタコ紹介みーがしていきたいと思います。1分よーいスタート。アーミンはですね、なんだ、はい、わかるから、はい、
はい、ですね、アーミンの入場曲をみんな聴いてほしいんですよ。なんでかっていうと、アーミンが歌ってるんです。アーミンはすごく歌が上手でミュージカル女優としてやってるんですけども、最近YouTube も始めまして、 YouTuber としても今頑張っております。よかったら1回ガールズでハッシュタグ検索していただいて、はい、そちらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。そしてミーとアーミンはライブ活動もしてまして、はい、はい、7月から2人でライブにバンバン出ていきますので、そちらの方もチェックしてください。お願いします。お願いします。あ、どういうことある？うん、かわいいとか。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続きまして、アーミンが紹介するのはダダダダミサー。イエーイ。はい、用意スタート。はい、この方、素晴らしいキノコ頭の女の子なんですけれども、少女なんですけれども、松井かわいいこと松井美沙ちゃんでございます。かわいい。誰よりも誰よりも負けず嫌いで、本当にすごい、まるで後輩だと思えないぐらいのことを結構言われるんですけど、でもほらいっぱいキノコが流れてる。でも全然聞けるぐらい、この子がすごく頑張ってるので、皆さんぜひ応援してください。煽っていくハッシュタグ松井かわいい。で、皆さん、松井かわいいの写真をいっぱい上げてあげてください。そしたら、エゴサが大好きなので、エゴサーチして、ずっといいねしまってたと思うので。残り20秒。はい、でもすごく、うわすごい緊張する。松井かわいい松井美沙ちゃん、ドロップキックがすごく綺麗です。素早くて、青色の水槽みたいでかっこいいです。応援してます。大好きだー。はい、はい、すごい。あ、大変。みんな、このボールを引いていってほしいんだ。はい、はい、紹介した人から。はい、はい、私のボールは何ですか？ロボールは後のお楽しみですよ。私は黄色でした。はい、青でーす。青でーす。はい、はい、はい、みんなが紹介するのはたまきでーす。はい、わー、緊張するね。いいですか、はい、心の準備は。はい、用意スタート。リコちゃんはまず手足がすごい長い。長い。すっごい長くて、あと、あ、ダンスがすごい上手い。ありがとう。うまい。手足が長いからダンスがすごい映えるよね。ありがとう。他は？他は？すごく器用で、うん、何でもできるイメージ。あ、本当？あ、でも結構学力的にはバカ。バカなんだ。はい、自分下から数えた方が早いんです。実は。でもよく頭良さそうって見られます。うん、で、すごい大人びてる顔が27歳くらい。受けてるってことかな。うん、大人びてる。大人びてる。ありがとう。本当は何歳だっけ？本当20歳です。同い年だね今。あ、やだ。ちょっと見やだ。ちょっと3、2、1、終了。ごめん。いきます。はい、赤。赤。あ、打ってない。分かれてる。え、これ緊張する。なんか緊張するよね。ここにいると緊張しちゃう。はい、続きまして、次子が紹介するのは、じゃん。はい、こんにちは。よろしくお願いします。いいですか、心の準備は。はい、用意スタート。はい、まずひかりさんはですね、歌が上手くて、うん、ダンスが上手い、うん、これなんか両方兼ね備えてる人ってあんまなかなかいないんですよ。歌が上手かったりとかダンスが上手い人いっぱいいるけど、なんかどっちも兼ね備えてるから本当羨ましいです、うん、ありがとう。で、しかもめちゃくちゃ優しいし、後輩思い。なんか自分が試合とかで、うん、なんかなんだろう、やられたりとか、うん、自分の技がうまく決まらなかったとか、うん、いう時はなんかすごいフォローしてくださったりとか、うん、こうした方がこうできるよとか、うん、そのアドバイスとかを、うん、毎回的確に丁寧にくださるんです。はい。だから練習中とかもなんかいい意味ですごく先輩後輩の壁がいい意味でなくて、すごいなんか自分もアドバイス聞きやすいし、なんかひかりさんも自分になんか気さくにこれ一緒にやろうとか4言ってくださるので、はい、2、誰にも仲良くなれるひかりさんです。ありがとう。ボール引いていってください。怖い。じゃん。あ、赤。
あれ、お一緒かな、誰か。あ、ミサル、ミサル、ミサル、さすが、さすが。はい、ハリちゃんが紹介するのはじゃーん、マリちゃん。おじさんに取られた。はい、じゃあマリさんの紹介を1分していきたいと思います。よーい、スタート。マリさんは多分皆さんから見てすごいこうかっこよくて完璧に見えると思うんですよ、うん、でもダメなところがない的な選手に見えてると思うんですけど、でも実は実はマリさんはそんなことはない。みんなにこの、あのギャップを知ってほしい。マリさんをどうやってら知れるかな、多分マリさんのとお話ししたことある人はきっとマリさんのそのギャップに気づいてると思うんですけど、マリさんこう試合中はすごいかっこよくて、こう一個一個の技もすごい、なんだろう、強いから怖く見えたりする時もあるけど、マリさん実はもうほにゃほにゃわかる。もうこうやってツンってどう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 っていう、もう本当に優しいし、全部お話も聞いてくれるし、悩み事も全部聞いてくれるし、いい人です。綺麗にしまったね。はい、紹介終わります。はい、私の色はじゃじゃん、青です。青は誰だったかな、まだ全員決まってないだ。はい、続きましてマリさんが紹介するのはぴょん、はい、イリエアイドです。よろしくお願いします。緊張しちゃうな。ちょっと待って、マリさん意外とポンコツって書かれてます。怖い、ぶっ殺すぞ。怖い意外とってなる。可愛いモードの時もあるけど急に切れますよね。よーい、スタート。はい、入江彩乃ちゃんなんですけど、プロレス以外にも声優さんとか舞台女優さんとしても活動してて、あと声が綺麗なのでちょっと次喋るので、ちょっとこれは後で待っててください。あとすごいいっぱい食べます、うん、いっぱい食べて、あと食べる姿がすごい美味しそうに、もう感情豊かに食べるから、ああこんな生き物に生まれたかったなって思いながらいつも感じを見てるんですけど、すごい表現が、多分一緒にご飯したことある人分かると思うんですけど、うわー美味しい、これ、うわーなんだ、うわーって、どんな感じですか。私こういう感じですよね。そう、食べるので、もう個人的になんか YouTube とかで大食い企画とかやってほしいって前も言ったことがあって、やってほしい。あと今度の27日の土曜日に2人で中野の捕獲堂さんというアパレルショップで一日店長やります。夕方4時から来てね、お願いします。そうです、お願いします。3、あ、予約してください、お願いします。嬉しい、イエーイ。ありがとうございます。はい、マリさんボールを、はい、秘密の箱を、じゃじゃん、青です。あ、揃った。マリさんがジャガリコを置いてってくれます。はい、あやなが紹介するのは、はい、もちろんって感じ、じゃん、はい、パートナーゆうこちゃんです。イエイ、緊張します、これ。でももう1分ぐらいでまとめられるぐらいの中でしょ。ん、逆に。おはい、こちら桜井優子ちゃんなんですけれども、同じ声優事務所のスリートリーという事務所に入っておりまして、こう私がプロレスをこう始めて、こう誰かこう一緒にペアを選べって言われた時に、私は事務所でもうこの子しかいないと思って、私は優子ちゃんに声をかけさせていただき、優子ちゃんも心よく、うん、私も一緒に行くと言ってくださり、一緒にこうプロレスを始めて、こういろいろとこう、まあ、見た目こうしっかりするじゃないですか、優子ちゃんも。こうでも、ゆうこちゃんバカなんですよ、結構。知ってる。なんかこう、なんか、本当に、絵も描けるし、字も上手いんですけど。そうなんだ。そうです。めっちゃ、そういう辺の手先は器用なんですけど。絵描けるんだ。なんか、他の、なんか、なんて言ったらいいんですかね、考え方とか、なんか行動があまり頭がよろしくないと言いますか。はい、みんなに。なんかこう、すいません、もう、完璧に見えるかもしれないけど、意外と、親しみやすい、とってもユーモアな女の子です。なので皆さんぜひともよろしくお願いします。またまた、素晴らしい。本当つぶりしてしまった。ポン、あたー、誰と一緒だろう、ありがとうございました。イエーイ。はい、続きましてゆうこりんが紹介するのは
わっしゃいわっしゃーい。はい。あ、めっちゃ動く。はい。よーい、スタート。はい。わっしゃいこと林あゆみちゃんです。皆さん見に来てくださってる方は知ってると思うんですけど、入場の時にすごいわっしゃいわっしゃいコールを煽ってくれてめちゃめちゃ元気が出るし、あの気持ちがまず入ります。で、あゆみちゃんはあの舞台ガールズ以外に、あの舞台の女優だったりとかラジオとかもしてて結構いろんな活動をしてます。で、あのトレーニングの時もなんかすごい体がよく動くので、あのそうダンスがすごい上手いから、うん、なんかあの側転とかなんか体のあの私から見たらすごいもうふにゃふにゃで、うん、いやシーンはあるんですけど、ふにゃふにゃでも体幹めっちゃしっかりしてる、ね、はい、そうなんですよ。だからすごい柔らかいけどしっかりしてるからすごい動きが綺麗なので、試合の時のそういう姿も見てほしいです。でもあのみんなが思ってる通りって言ったらあれなんですけど、ちょっと可愛くてちょっとおバカなところがあるので、そこも愛されてほしいなと思います、ね、なんかあのさきさんとかあのアクトのカラーズのメンバーのツイッター見たら、ベベー終了、見てきてください。ありがとうございます。これ恥ずかしいよね。恥ずかしいです。周りで聞いててもなんか恥ずかしいもん。めっちゃ動くこの椅子。あ、もう、あ、そっか、若ちゃんと決まってるんだ。そっか、はい、ほら、じゃあ、わしがもう、もうよくね、黄色チーム、黄色しかない、はい、ほら、あー、やったイエーイ。じゃあ、若ちゃんの、はい、次は若ちゃんねー。はーい、お邪魔します。月山若ちゃんです。はい、はい、え、もう用意スタートですか。準備、準備 OK です。 OK です。用意スタート。はい、私が紹介するのはカラーズの練習生に入ってきてくれました月山若ちゃんです。こんにちは。で、若ちゃんは私の紹介で、あのアクトレスガールズに入りたいって言ってくれたんです。実はなんか私が本当はね、きっかけもうチューしちゃうチューしちゃう距離だった。すごい可愛くてもうすごい癒しキャラなんですけど、まあ私がきっかけは舞台の共演で共演した子なんですけど、共演した時はね、先輩だったんですよ。だからすごい敬語で、まあ、普段も今でもたまに敬語で話したりとかするんですけど、そう、だからプロレスに入って今度私にも敬語使われるからなんかちょっとあれなんですけど、プライベートですごい仲良くもしているし、はい、実はちょっと悪魔っぽいところがあって、これカラーズでは出してない若さ、あったり、ちょっと月山悪いやつのハッシュタグをねみんなつけて、あのこれからデビューを楽しみにしていただけたらなと思います。筋トレめっちゃ頑張ってるしすごいいい子です。みんなで応援しましょう。ありがとうございます。もう引いちゃったもんね。はい、次はじゃあ若ちゃんが頑張って私の魅力を。はい、失礼します。失礼されました。話したいことがいっぱいあるので。ないでしょう、そんなに。あります。ありがとうございます。スタート。関さんはですね、はい、皆さんご存知の通りカラーズの選手代表でいらっしゃいまして、はいはい、マイルド、ワイルド、カワイルドの名前の通りマイルドなんですよ。普段は優しいんです。カワイルド推しにしてるんだけど。あ、でもリング上でカワイルドなんですよ。うん、ありがとうございます。そうなんです。私生活、プライベートはかなりマイルド、超優しいです。私のプライベートなんか知らないでしょ。若ちゃんすぐ泣くの。本当にすぐ泣くもんね、若ちゃん。泣かないです。佐々木さんは人間じゃなくて動物にも優しくて、あのマッカブロさんの関係は分かんないんですけど、あのピンクのカバさんがイメージキャラクターなんですよね。うん。え？で、猫ちゃん、猫ちゃんがもう、何言うの。何言うの。終了。ありがとうございました。まかちゃんは本当練習でエルボーの練習しただけでめっちゃ泣いちゃうんですよ。いや、痛かったんですよ。うん、多分すごいと思う、それで感情豊かに出せるの。はい、リング上で泣かないようにね。まあ、泣いても可愛いけどね、はい、いや、泣きません。泣きません。泣きません。みんな見ててくださいね。デビュー戦ちょっと決まったら。過呼吸になりそう。すみません。追い込んじゃって。ありがとうございます。お邪魔しました。頑張って。お邪魔しました。さっき色分けしたまず赤組さんチーム来てください。お手本ね。
後ほどあれをしていくんですよ、ゲームをしていくんですよ、この色分けでね。ほう、これちょっと汗かいてたからこっちにそれかんない、色分けでチームでわかる、エキス吸ってください、いかにチームワークがいいかをちょっと今のうちにアピールというか、はいはいはい、3人とも同じデビュー日だね。あ、いえ違います、違います、違います、すみません、空気読めなくて、空気読めなくて、すみません、そうだ、すみません、そうだよね、研修が先に、はい、若干、まあ、2週間、3分ぐらい食べれますか、2週間ぐらい、1週間ちょっと、2週間ちょっとぐらい、うん、本当にこのちょっと、ね、共通点とかここの3人あるのかな、共通点、あ、でも、ちょっとこれ角立つんですけど、他のチームに比べて平均年齢が一番、おぉ、やばい、やばい、怖い、確かに、うん、すごいね、一番ね、なんか若いのが若い、そうだね、あと何ですかね、共通点、でもなんか仲いいですよ、なんか仲いい、なんか仲いい、なんか仲いい、なんかよくわかんないけどなんか仲いい、結構ご飯ここと もちろん行ったりするんですけど、ここと行ったりとか、行ったりとか、なんか仲いい、踏み切り仲いいってわけじゃないんですけど、なんか仲いいみたいな、飛び切りじゃないんですよ、でもね、そう、飛び切りじゃないんですけど、なんか仲いい、でもいないと困るみたいな感じです、あー、わかります、いないと困る、なんか、なんか、なんかチーム名的なのはそんな感じですか、なんか仲がいいチームですか、なんか仲がいいチームです、なんか仲がいいチームで、はい、行きたいと思います、面白いね、こんな感じでどうでしょう、みんな得意技とかもちょっとアピールしてください、うん、あ、自分の、あ、自分は伸縮式のムーンサルトを得意としてます、あ、伸縮式とかいろんな式があるんだ、ムーンサルト、なんか自分は最初全然あれだったんですけど、うん、なんかファンの方とかツイッターとかで、はい、そうやって書いてくださる方が、あ、そうなんだ、いらっしゃいまして、自分はそっから一回縮むもんね、そうです、自分一回なんか丸になるよね、体がやってるやってる、ちょっと小馬鹿にして、小馬鹿にして、あやのは、はい、私は、自分の昔やっていたラジオ番組から名前を取りまして、さきさんからいただいた、うん、お主の耳にドロップキックという、ドロップキックの技を得意技とさせていただいております。全然伝わってないと思うよ、どんな技なのか、相手の耳にドロップキックをする技です。首がいけます、本当だね、耳と首がいけます、ギャップだね、はい、じゃあ得意技させていただいております。へえ、はい、自分はマンジ手裏剣型ミサマジマンジ固め。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 っていう、マリさんからちょっと教えていただいたマンジ固めお得意、マンジ固めマンジ手裏剣型ミサマジ固め。得意としてます、はいはい、はい、じゃあ力を合わせて頑張ってください、頑張ります、青色さんチーム、はい、解散だ、解散だ、どけどけどけだ、はい、落ち着いて、あ、落ち着いてごきげんよう、なんかお姉さんチームだね、お姉さんなんで、すいません、大人の魅力が溢れてしまいました、出ちゃいますよね、なんかアピールしてください、アピールですか、うん、ここで見えてる、得意技いきますか、得意技、得意技ですか、はい、得意技、自分はですね、さっきさきさんからも紹介していただきました、このトップから飛ぶプランチャーですね、これを自分的には天使爛漫と名付けておりまして、はい、天使のような綺麗な姿で飛ぼうという、ありがとう、声張ったね、はい、じゃあ次ひかりさんお願いします、はい、自分は、コーナーの人に対して走っていって、こう2段目ロープを片足で踏んでポーンっつって相手を蹴る技があるんですけど、それを PK フラッシュって言って自分のオリジナル技として使わせていただいております、突っ込んでくださいね、勝手に、え、これコメントに、はい、
員に。急に急に全員で見始める。はい、マリさん。はい、自分はオモプラッパという固め技をやってまして、自分しかやってないオリジナル技なんですけど、オモプラッパ肩の絞りにマフラーホールドと、あとさらに手も取ってもう相手を動けなくする技なんですけど、名前がオモプラッパっていうのがラッパっていうのが昔の忍者の呼び方であって、オモプラッパとラッパ忍者を合わせた名前もオリジナルネームとあって、はい、誰だポンコツチーム、はい、これ後で、あいに、あ、なんてことでしょう、誰だポンコツチームって、あ、そうだ、ネイルかわいいよね、立ってる立ってる、ネイルかわいい、ネイルかわいい、ハートで天使ランマプロレス以外は何してるとかないんですか？プロレス以外の活動。あ、活動、自分はあの舞台女優と、あとアイドルとしてあのライブ活動しております。はい、すごい。はい、自分はプロレスとは別で歌のお仕事をしているのと、あとダンスの先生をやったりしています。オープニングもね、あ、そうですね、させていただいております。すごいんだよね、可愛くて。マリさんは、あ、ちょ、見ての通りじゃないですね、今日マスクしてないんで。でもちょっと和服です。はい、もともと忍者をやってました。後からプロレス、もともと忍者をやってました。もともと忍者をやるから聞かないワードが、ね、盾とかアクションとかいろいろやってます。美人チームって書いてあるんですよ。すごいことだよ。見たまんまの単純なネーミングありがとうございます。はい、じゃあ頑張ってください。黄色チーム、はい、イエーイ、お茶元気いっぱいヤングチームです。よろしくお願いします。皆さんお願いします。ポリポリは使ったと静かだけど、2人揃うとやかましいね。やかましいです。チームやかましいです。よろしくお願いいたします。うるさいですけど、仲いいですか？うん、仲いいです。仲いいです。仲いいです。何ですか？何で言われました？いやいやいや、仲いいですよ。この二人はご飯行ったりしてるんでしょ？しますね。はい。結構家がお家に行ったりとか。遊びに行ったことあります。知らなかった。知らなかった。本当ですか？すごいね。意外と。近くにはいてほしくないチームって書いてある。おい！おい！なんだおい！なんだ！特定しました。でもあのよくあゆみちゃんとあのステーキをよく食べてますね。はい、行きます。お肉を食べたりね、はい、終わりに。いきなり的なやつですか？いきなりみたいな。はい、はい、アーミーさん、アーミーさん、お腹空きました、一緒にご飯行きましょう。そんな言い方してない。行きます。面白い、面白いですね。面白い。得意技とかありますか？得意技とかありますか？こっからじゃないの？え、息合わないの？掛け声でいいじゃん。じゃあ、そうですね、得意技はわっしょいわっしょいです。あー、技じゃなんだよ。いろんなのあるから、はい。はい、私はスクープスラムっていう、さきさんから教えていただいた、こう相手がしてきたところをすくい上げのスラムを落とす技です。はい、はい、私は、セントーンという、あの寝てる相手に背中から落ちる技と、あと寝てる相手にこう、うわと言いながら倒れ込むワープレスと私呼んでるんですけど、ちょっとあのお名前を募集しておりますので、皆さんいい案ありましたらよろしくお願いします。ワープレスって自分で考えたの？あの、ある先輩からあの教えていただきまして、うん、こういうのやったらいいんじゃないアミンちゃんはって言われてから、ずっとあの密かに、でも一回あの反対されて、やめなよって、そういう技やめなよって言われたんですけど、あのでもちょっとこっそりやってます。大々的にやはい、ワープレスです。よろしくお願いします。お願いします。気合うのかな、この3人。でもまあちょっと元気と、ちょっと頭脳、あ、でもバカなのか。頑張ります。頑張ります。